あれ？いるぞ？いるぞ？いるぞ？久しぶりだね。この犬ぞについて知りたい人は僕の GTA の動画見てください。犬ぞ普段何やってんの？こんな時間に。俺 GTA 始めても突発ゲリラで始めたらよく来るね。すごいね、犬ぞ。そうだよね、最近 YouTube ライブで GTA やってなかったし。おい、やめろ、撃つな、撃つな。僕たちは敵じゃない。君の味方だ。目立ちたがり屋さんなんだね、多分。多分学校では、一切、クラスメートに相手にされないから、ゲーム内だけでも目立って、こうみんなに構ってもらおうっていう、そういう感じ伝わってくるよね。必死さみたいなのが、陰キャ特有の必死さが伝わってくるよね。必死だもん、こうミサイル、俺をシカトすんなみたいな、俺をシカトすんな、俺を構えって、構ってよって。なんで学校でもシカトされて、ゲームでもシカトされなくちゃいけないんだ、構ってよって、すごいミサイル撃ってきてるもん。陰キャ怖いね、バルシー。お前そんなんじゃいつまでたっても、つうかお前学校行ってねえだろ。わかるわかるよ、その必死さ。学校に行きたくないっていうその感覚で、現実逃避してる感じすげえわかる。伝わってくんもん、すげえ必死だなって感じ。もう俺の居場所は GTA にしかねえんだみたいな、そんな感覚すげえ伝わってくる、お前から。だからこんな無駄なことやめよ。お前はこんなミサイルで必死にカマチョしてる暇あったら、お前学校行った方がいい。やばくね、あいつ。マジでマジでやばくね。ガチ一人ぼっちじゃんこれ。めっちゃかわいそう、めっちゃかわいそう。同情してくるわ俺。なんでこんな性格破綻者になっちまったんだろう。多分きっと学校で辛い思いしたんだろうな。きっと女子とかから、あいつマジブサイク、気持ち悪いよねってめっちゃ言われて、こう学校にも行きたくなくなって、男子からは口くせえよとかめっちゃ言われまくって、でたどり着いた先がこの PS4 の GTA だったんだろうな、きっと。めっちゃかわいそう。ボイスチャットつけて行ったら、それ神回になりそう。ボイスチャットつけてるんですよねボイスチャットつけてるんですよね。屍タスさんが殺しに来た。あれだよね、もう協調性とかないよね、これっぽっちもない。学校でずっとあれでしょ、俺はそこら辺のドキュンとかパリピとは違うからみたいな、俺はてめえらと違って、そのこのみんなのこと考えて俺こうやって生きてくから、てめえらみたいに仲間内でつるんでバカ騒ぎするだけの存在じゃねえし、俺はおめえらと違って崇高な存在だからとかってマジ思ってそう、学校で。お前負け組だからな、それマジで。パリピとかの方がまだお前ら勝者だぞ。お前完全にそう考えてたら負け組だからな。これね、集まってくれてる人たちはね、もうあれだよ。おめっちゃでけえじゃんこれ。何これ、何この車でかくね、何これ。はほらこれだよ、みんな見た、これがね、あれだよ、もう学校、これ学校ですよ、社会です今の。わかります、みんなで集まって協力してさ、これから楽しもうって思ってる中で、こうね、余計なことして水を差すやつがいるんですよ。こうバルシーみたいなやつね、こういうやつなんだけど、もうね、協調性もクソもないですね。これ社会で超苦労するタイプです。これね、例えば仕事でね、こうチームを組みました、仕事のチームを組みました、でみんなで協力してアイデアを出して企画書作ってね、こうみんな一丸となって、これは素晴らしい企画書ができたとね、こうみんなで協力し合って作った素晴らしい企画書だと言うんですよ。だけどそこのチームの中に実は一人だけネクラがいて、そんな企画書取るわけねえし、なんで俺のアイデア蹴っておめえらで勝手にまとめてんだよ、そんな企画書取るわけねえだろって言ってるネクラみたいなやつが、これバルシーみたいなやつです。これね、こうやって集まってくれる人は協力的な 人たちですよ。こうやって集まってくれる人たち、すげえ協力的な、こうまるでこう社会ですよね、ほんと。バルシーじゃん、どうしたのバルシー。お前今さら仲間に入れると思ってんの、お前仲間入れねえから。じゃあな、ただ殺しちゃダメだバルシーは。かまったらね、調子に乗るタイプだ、あれは。かまったらね、調子乗るタイプなんですよバルシーっていうのは。もうみんなでね、シカトしてあげるのが一番いいっすね。ちょ、バルシーってやつさ、臭いからさ、みんなでクルーセッション行かね、みんなでさ、クルーセッション行かね、
あのバルシーとかでなんか気持ち悪いなんかさ、なんかオタクほっといてさ、みんなでさクルーセッションで楽しまね、あんなやつほっとこうぜマジで。みんなクルーセッション作るから来てよ、みんなで GTA 仲良く楽しもう。あんな気持ち悪いやつほっといてさ、こう楽しもうよ GTA を。僕クルーセッション作るからみんな黒に入ってきてよ。あ、バルシーみたいな気持ち悪いやつは来なくていいよ。あのバルシーにとって一番ムカつく言い方した。いや、言われたら多分一番ムカつくであろう言い方した。楽しすぎ、 GTA 楽しすぎ。